佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。本当に毎日暑いですね。毎年この季節は皆さんが一番口にされる言葉だとは思いますが、今年の場合、梅雨があれだけ長くて、一気に真夏になってしまったんで、もう私も含めて特に気候に体調がついていかないという感じではないでしょうか。この放送は、夕方6時からということで、リアルタイムで聞いていただいている方はおそらく、ほとんどの方はまだお仕事が終わっていない感じだと思います。どうか水分補給を、しながらお聞きください。それでは今回も皆様の休憩時間の貢献ができるようにですね、そしてお仕事中の方には邪魔にならない範囲で楽しんでいただけるよう、涼やかに佐藤美久の女優道始めさせていただきたいと思います。では最初のコーナーは、ミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もですね、いろんな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきます。毎度のことですけれども、守秘義務のため、あまり詳しくは申し上げられませんが、ご紹介させていただければなと思います。まず一つ目はですね、NHK 総合、ドラマ10の、毎週金曜日夜22時から22時49分の、ドラマにですね参加させていただきました。主演はですね、多部未華子さんで、私が参加させていただいた現場もですね、多部未華子さんいらっしゃいまして、そしてあと平岩神さんもですね、いらっしゃっていて、すごく個人的に平岩神さんの、演技がすごく好きで、あと CM の、イメージがあるんですけれども、すごく生で拝見させていただいて、嬉しかったなというふうに思いましたし、お二人でこう演技されている感じもすごく自然で、いいなというか、こうほんわかする、現場だったなというふうに思っています。で、セミナーの、シーンでもう結構ね、女の人がたくさんいる、セミナーのシーンだったんですけれども、もう本当にスタッフさんもはじめすごくもう大変な中、撮影だったんですけれども、でも、皆さん落ち着いて、やっぱり撮影が始まるとこう落ち着いて、皆さん撮影に、挑まれていたっていう感じで、そのオンオフがすごく素敵だなっていう風に感じた、ドラマ、そうですね、現場だったなっていう風に思います。はい、オンエアが非常に楽しみです。はい、続いてがですね、関西テレビフジテレビ系の、毎週火曜夜9時からの、ドラマがオンエアされました。はい、続きましてですね、新人3人の、女性がですね、私が所属しておりますプラスボックスに、所属になりました。以前ね、ゲストで、来てくれた有本ひとみちゃん、有本ひとみ、そして、青野ゆうき、金谷咲がですね、3人所属となりました。青野ゆうきはですね、実は、この後ですね、番組後半で、ゲスト出演していただきます。はい、でですね、まあ、多分以前にもこの3、ね、3、お三方ひとみちゃん、そしてゆうきちゃん、咲ちゃんですねのお話ね、ちょっとしたと思うんですけど、一人一人本当に個性がというか違くて、個性があってすごくいいなと思いますし、ひとみちゃんに関してはすごくしっかりしてる感じがあります。はい、姉御肌、でも兄弟の中では一番下らしい、末っ子らしいんですけど、すごく長女感がある子だなというふうに思いました。はい、そして、青野ゆきちゃんはですね、ちょっと私にと同じ匂いするなこれは多分前にもねちょっとお話ししたんですけど、同じ匂いするなっていう感じの子ですまあ B 型っていうなんか共通点があって、なんかちょっと勝手に親近感湧いてるんですけど、はい。で、金谷咲ちゃんはですね、次回放送でね、ゲスト出演していただくんですけれども、非常に面白い子でして、多分私今まで25年間生きてきた中で、なかなか
パンチの効いた子だなというふうに、はい、すごく面白い子だな、考え方が面白いですね、はい、なのでぜひね皆さん次回放送も楽しみにお聞きいただければなと思います。はい、そして、特にですね青野ゆきちゃんはですねライブも一緒にね出演させていただきましたので、はい、ぜひぜひこの後もねぜひお聞きいただければなと思います。そして続いてがですね、もう一つ番組も出していただいております、同じくここ市川原ライフムさんの、北野周のリアルドライ収録がありまして、番組公式サポーターのつべたんさんがですね再び、ゲスト出演していただきまして、最終、ブルガリアに向けての最終のつべたんさんに出演いただきまして、またねブルガリアについてまたたくさんお話し、ね、させていただきました。8月25日オンエアとなっておりますのでぜひお聞きいただければなと思います。はい、そしてですね、いよいよ来月、9月11日からですねなんと私、ブルガリアへ出発いたします。はい、そして、9月14日15日に、ブルガリアでの、映画私が主演させていただきました映画22世紀偶話が、招待上映されます。はい、で舞台挨拶もねさせていただけるということで、いやもうねやっぱり触りというかちょっとはブルガリア語でね自分の自己紹介できたらなというふうに思っております。予告編もアップ中ですのでぜひ皆さんご覧いただければなと思います。そして英語字幕とあとブルガリア語の字幕をですね22世紀偶話の拝見させていただいて、あこういうこうブルガリア語はこの日本語の分量でこんなにもこうブルガリア語ってちょっと長いのかなというふうにイメージがあって、なのでなんかすごく不思議でした、不思議な感覚になりました。はい、なので当日のね招待上映も自分自身もすごく楽しみです。はい、それではですね、この1ヶ月間振り返りますと、そうですねこうお話しさせていただくお仕事がですねちょっと少ないかなって思った方ねいらっしゃると思うんですけれども、8月はもっとさらにね頑張っていかなきゃいけないなというふうに思っておりますので、はい、ぜひ皆さん、応援していただき、そして私はね日々着実に努力をねしていかなきゃいけないなというふうに改めて思いました。はい、以上マンスリーダイアリーのコーナーでした。今月の締めパート1、このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというかご紹介させていただくコーナーなんですが、今月は特別編成で、先月そして先ほどもちらっとお話しさせていただきました通り、うちの事務所に可愛い3人の、新人ちゃんが入ってくれまして、先月の有本ひとみちゃんに続いて、今回そして、次回と一人ずつ番組に来ていただいて、ラジオお聞きの皆様に名前を覚えていただきたいというコーナー趣旨を変えてお送りさせていただきます。ということで今月の推しメンパート1、青野ゆきです。こんばんは、よろしくお願いいたします。青野ゆきです、よろしくお願いします。緊張してる？ちょっと緊張してますよろしくお願いしますじゃあそれでは、まずは青野ゆきについてですね、この番組をお聞きの皆様に簡単に私からプロフィールを紹介させていただきます。青野ゆきさんは、ここだけね3つけるからね、はい、愛知県豊川市の出身で、愛知県にある大学在学中に芸能活動を始めようと、上京し養成所に入所、特技は13年続けてきたバスケットボールで、ポジションはガード、チームでは副キャプテンを務め優秀選手に選ばれるなど活躍、歌うことも大好きで、実は本日東京上野で開催中の上野ミュージックサマーフェスで初ライブ、趣味は一人カラオケ、現在はマシェバラという生配信サイトでプロレス団体のイメージガールやウェブドラマなどのオーディション配信番組に出演中です。こんなうちの新人青野ゆきにお仕事のご依頼ございましたら、ぜひ弊社までご一報くださいで、うちの社長が付け加えてくれということでしたのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではでは、どんどんね聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、そもそも、この業界に入ろうと思ったきっかけは何ですか？はい、
そうですね、最初は本当に昔からやっぱり歌うことが大好きで、うん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 、最初は本当にモーニング娘さんとか、うんうん、ミニモニさんとか、うんうん、アイドルにすごい憧れてて、歌って踊るっていうことに憧れてて、うんうんうん、それでそうですね、とにかくもう本当に歌うこと大好きで、あとはお家でテレビ見たりすることも大好きだったので、がそれがもう本当にきっかけですね。あ、でも小さい頃からそういうのに憧れてた、ね、はい、そうですね、小さい頃からの夢でした。あ、そうなんだね。まあ、あのさっきもね、大学の話もあのプロフィールの中でねあったと思うんだけど、はい、まあ、こういろんなこう選択肢がある中で、まあ、なんであの大学4年生から東京にあるタレント養成所に入所しようと思ったの？あのもう大学3年生になって、うんうん、もう就職活動とか就職をもう考えないといけないってなった時に、うんうんうん、なんかこのまま普通に就職しちゃうのが嫌だなと思って、人と何か違うことをやりたいっていう気持ちがあって、はい、それでもうあの家族を、うん、にもう説得、うん、家族を説得して上京したいって言いまして、でそうですね、養成所に入所いたしました。これさ、ちょっと聞きたいんだけど、はい、大学4年生からってことは、え、卒業は してるんだよね？卒業は、はい、しました。え、じゃあその大学4年生になってる間にもう東京に上京してるの？そうですね、東京上京してきて、大学4年生でもう本当に必要な時に、うん、大学行かないといけないってなった時に東京から愛知に通ってました。そうなの？はい、え、それは何？週にどれぐらい？あ、でも本当に月に 1,2 回とか行けばいいぐらいなんでね。ちょっと本当に卒業論文とかを提出するってなった、本当に11月から1月はちょっと結構頻繁に行ってて大変ではあったんですけど。それは大変だね。初めてのパターンだ、初めて聞いた。そうですね、私も、うん、大体なんか卒業して入ってっていうイメージがあるけど、そうですよね、在学中にそっか。そうなんですよ。大変だった。大変でしたね、本当に。それこそ本当にさっきほども言った11月から、うん、1月とかはこっちのその養成所の方も結構忙しくて、うんうん、で大学の方も忙しくてってなったので、うんうん、結構睡眠もあんまり取れずとかもありまして。え、なんか生活とか迷いはないの？大丈夫かなとか。あ、迷いはでも最初はやっぱり不安でしたね。一人暮らし始めた時は本当に嬉しい気持ちはあるけど、不安の気持ちの方がある。そうですね、やっぱり一人暮らし し始めちゃうとやっぱりあの実家が恋しくなったりはしますね。ホームシックってやつね。完全になりましたね。そうか。でなんか聞くところによると、はい、まあ、養成所の卒業オーディション、はい、で20社ほどの声がかかったのに、はい、のにっていうのもあれだけど、はい、まあ、なんでうちの事務所を選んでくれたのかな。そうですね、あのお芝居だけじゃなくて、うん、お芝居とともに本当に歌もあのやらせていただけるとか、やっていきたいということを伝えたら、うん、あの本当にお仕事をいただけたりしてるので、うんうんうん、本当に私のことすごい考慮して考えてくださっていたので。このさ20社ってさ、はい、全20社の人とこう面接みたいな。そうですね、20社の個人面接とかグループ面接とか。はあ、そうなんだ。それはまた大変だね。そうですね、20社すごいわ。それであの、プラスボックスを選んでくれるということで、はい、所属させていただきました。ありがとうございます。じゃあ、 あの、まあ、うちの、まあ、事務所に、入る前にいろいろとリサーチしていく中で、はい、まあ、私あの佐藤美久の情報も入手してたと思うんですけど、はい、あの、まあ、会う前こうどんなイメージでした？私あの最初ホームページをプラスボックスさんのホームページを見させていただいて、うん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 、そこからあの佐藤美久さんの名前を YouTube で検索させていただいたりもしたんですけども、はい、あのもうラジオ番組とか映画の予告の映像とかがすごいダーッて出てきて、うんうんうん、わスターだってなりました。本当に恐れ多いよ。あ、そっか。ありがとう。大先輩スターです。そう、ラジオはね本当にあのデビュー当時からあの
一人ですごい一人でいただいてまして、はい、本当にこんだけこう自分が喋れると思ってもなくて、はい、やっぱ勉強というか離れじゃないけどこうやってきた甲斐があるなっていうのはやっぱ日頃から思うね、はい、うん、すごい最初から一人でいやでもありがとう見てくれていや本当にありがとうございますそっかじゃあ、でまた、まだ今日のねライブは別にしてまだ実際にこう現場とかは、まあ、私ね一緒になってないと思うんだけど、はい、私の実際に会ってみての印象って変わりました。本当に最初見た時お会いした時に、うん、肌綺麗と思ってやだ綺麗と思ってなんかもうありがとう照れちゃうわすごい白くて綺麗でありがとう。ひとみちゃんもね、同じように聞いてそう、肌白いっすよねって言ってね本当にありがとういいなって思いましたいいなって思ったありがとうそっか、なるほどねやっぱ肌白い、あんま自分でね、あんま感じないんだけど本当ですか。そう、すごい周りからそう言ってくれるから、あ、そうなんだなもう美白ですよ、うん、もう自分でもう言っちゃっても大丈夫だと思いますもう本当にそのレベルです本当にうん頑張るわではですね、まあ、同じように、まあ自分自身ね芸能活動は少し始めてみてまだ2ヶ月ほどですが、まあ、始める前にこう実際に、はい始めてみてのなんか率直な感想ありますか。始める前はやっぱり不安とか緊張とかもちろんあったんですけども、うん、実際始めてみて、うん、実際始めてみてもやっぱ不安も緊張もそれはあったんですけど、うん、やっぱりなんだろう仕事楽しいですしやっぱやりがいがあるって思って、うん本当になんか充実してますすごくなんか自分がその事務所入る前とか思い描いてたものとはあ違うなっていうふうにはあんまり思わない。でもやっぱり厳しいとか厳しい世界だなと思いました。いろいろなんかなんでしょうねルールとかやっぱ礼儀とかも必要だからその辺はやっぱりそうね、はい、まだまだ難しい勉強をしないとなっていうことはいっぱいありますね、うん、私も最初からできてるわけじゃないからそう私もこういろいろ教えてもらいながら来てるから、はい、全然焦んなくていいから ありがとうございます、ねはい、って言いながらね私もまだまだ勉強しなきゃいけないんだけれども、うん、そうかでも楽しいっていうのが一番ね、はい、すごく本当にそうですねいい言葉が出たなというふうに思ってます、うん、はい。じゃあ、まあ、演技に歌にと歌、配信番組に、まあ、ちらっとね撮影会もやってるみたいですけど、はい、まあ、今一番好きなのは何ですか。今一番いろいろ本当にお仕事をありがたいことにいただいてるんですけどもやっぱりでも今はやっぱり歌が一番好きかなと思いますね。うんうんうん、まだちょっとお芝居の経験まだ浅くてまだそうですね。でもいろいろやっぱりやっていきたい、いろいろやっていきたいなと思っております。同じ匂いするってさっき言ったんですけど同じですそうひとみちゃんにもねそう言ったんですけど同じ匂いするんだよねゆきちゃんはっててそっか、まあ、次に聞くことも、まあ、私も同じ匂いするなって言うんですけど思ったんですけど、はい、まあ、聞くあ、待って、プライベートか、プライベートに今ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、プライベート今一番ハマってることなんですか。今はキックボクシングを始めまして、本当に趣味程度なんですけどもちょっとやり始めちゃったら、さすがだね、バスケットやっぱ13年間やってきたから結構スポーツ好きなんだ ね、はい、スポーツ何かびっくりだわ、運動しないとっていうのがだいぶパンチとか、そうですねなんかそれ活かせるなんかこう現場とかね、そうですね、あればね、アクションとかももしできたら、ね、そうだね、やりたいなって思ってますね。まあ、でも聞くところによるとなんか結構一切料理とか、はい、掃除洗濯あんまり好きじゃないということだったんですけど、そうですね、料理はそうですね全く作らないです、ね、同じニュースってそういうことなんですよもうダメですよね、自分でも作ろうと、自分のために作ろうと思う。いやでもね、一人暮らしだから自炊一回やってみたいや私が言うのもダメだよ、私もできないんだけど意外と楽しいから一回やってみた。お米は炊けます私でもできる
私でもできるわ。そっか、はい、掃除も洗濯もちょっと好きじゃない。あ、でも掃除と洗濯は、あの掃除は苦手なところはありますけど、洗濯は結構好きですね。うんうんうん、実家のいる時とかでも結構やってました、うんうん、洗濯とかは。そっか、まあでもこれからも一人暮らし大変だと思うんだけど、頑張って。はい。刺激のもあれなんだけど、はい。まあ、でまあ話をね、まあ、芸能の方に戻しますと、はい、まあ、先ほど紹介させていただいた通り、まあ、この番組をお聞きの皆さんの中で、お別れの方も多いと思うんですけれども、ぶっちゃけ入って、2ヶ月足らずで、今日あの大きなライブに出させていただいてるってどんな感じですか？ああ、もう本当にこの話、お話をライブに出させていただけるっていうお話をいただいた時はもう本当に信じられないっていう。だって小さい頃からの夢ではあったんだもんね。そうですね、だってね、こんなに早く出演しちゃっていいんでしょうかっていう気持ちはすごいありましたね。そっか、はい、でも本当に出させていただいて、やっぱりこの機会本当に与えてくださった関係者の方々には本当に感謝しかないですね。ね、楽曲もねステージで歌うなんてなかなか経験できないと思うので、エリカさんの曲をね、歌わせていただくということで、はい、すごいわ、はい、私はね、あのオリジナルのね、あの歌を歌わせていただくんですけれどもね、はい、よかったね。いや本当にありがとうございます。びっくりするよね、それ、はい、びっくり歌うんですかっていう感じでね。練習いっぱいしました。練習はしましたね。本当にあのエリカさんの声ってすごい高音で、でもなんかすごい芯があって、っていう本当に声が高くてすごい綺麗なので、そうで ね、頑張ってね。頑張らないっていうのがありましたね。ありがとうございます。はい、ではですね、最後に、ラジオをお聞きの方にですねメッセージをお願いします。はい、はい、どうもラジオをお聞きの皆様。映像配信版ご覧になってくださってる皆様本当にありがとうございました。青野ゆうき、これからも本当に幅広い女優さんとして活躍していきたいと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。応援よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん青野ゆうきちゃんよろしくお願いいたします。それでは、以上今月の推しメンパート1はですね、うちの事務所の新人青野ゆうきでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。まあ、さて、まあ、今回ですね、ゲスト出演いただきました、青野ゆうきちゃんですね、本当に何回も言ってるんですけど、私と同じ匂いするなっていうのはもう、初めて会った時から、思っていて、まあ、私も会う前にもうプロフィールとかもね、見させてもらったんですけど、まあ、私も意外とバスケ好きだったりとか、バスケットボール好きだったりとか、あとゆきちゃん水泳もね、まあ、スポーツがすごい、スポーツ女子なんですよ。でもさっきもね、キックボクシングがちょっとびっくりしましたけれども、本当に活発的な女の子で、すごいなんか同じ匂いするなっていうのがあります。で、あとは料理がねちょっと苦手とかね、私もそうですけれどもぜひね、まあ、一人暮らしね本当大変だとは思うんですけれども、頑張っていただけたらなというふうには、はい、思いますし、まあ、今後ね、現場とかでね、一緒にこう参加だったり出演とかね、できたらなというふうに思ってますし、すごく楽しみでもあります。はい、早く一緒にお仕事したいなっていうふうには思いました。はい、でですね、次回のゲストに来ます金谷咲ちゃんですけれども、いい意味でですよ、いい意味で宇宙人な感じがして不思議な子なんです。なのでぜひ皆さん、不思議ちゃんの、金谷咲ちゃんをですね、ぜひね、映像配信版でもご覧いただいて、そして、ラジオでもぜひね、皆さん聞いていただいて、咲ちゃんはこういう子なんだな、あ、面白い子だなというふうにですね、思っていただけたらなというふうに思いますので、ぜひ皆さん、次回の、ゲストもですね、お楽しみに、宇宙人がやってまいります。はい、はい、ではですね、
番組オープニングで申し上げました、私のですね映画ドラマの出演情報などに関しましてはですね、詳しくはウェブで公式の、事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そして、お聞きの皆さんどうかこの番組へのご意見ご質問感想など、お便りを送りいただきますようよろしくお願いいたします。メールアドレスは、info@plus-vox.com info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。